も、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。マリサ、なんとね、早くもチャンネル登録者数が200人超えたんだよ。この間100人って言ってなかったか？そうなんだよ。皆さんのおかげで一気に200人まで来れました。まだまだ頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。報告が最近多すぎて、付き合いたてのカップルの何でも記念日にするみたいになってしまったな。あと昨日の動画見返したら超速壁をごじってました。すみませんでした。まあ、誰もお前に完璧を最初から求めてないから大丈夫だと思うぞ。最近は見られている数も増えてるからお前の知性ぶりをより多くの人に見てもらえるな。そうならないように気をつけたいんだけどね。もしまた何か間違えていたらコメントで教えてもらえると助かります。ということで前回は、元山城、柚木城、黒瀬城を三好家と毛利さんに援軍をもらいながら落としたよ。外交もそろそろ同盟の数が多くなってきたから、最初に報告するようにするよ。お前も把握するのが難しくなってきてるもんな。そんなことないよ。今同盟を組んでいるのは、毛利家、赤井家、三好家、朝倉家、大友家だよ。主に全部侵攻されるのを防ぐために組んだ同盟だよ。ここから先の同盟関係はどうするんだ？毛利家、三好家、朝倉家、大友家は同盟関係を続けていこうと思ってるよ。赤井家はどうするんだ？赤井家はね、長宗我部家を滅ぼしたら本格的に東に侵攻していこうと思ってるからそれまでだね。じゃあ長宗我部家を滅ぼした後は赤井家を滅ぼすのか？そうだね、赤井家も勢力がそんなに強いわけじゃないから、早くしないと朝倉家に持っていかれそうだからね。なるほどな。じゃあ赤井家の侵攻には朝倉家の援軍をもらいながらやっていくんだな。そう考えてるよ。それではお工場を三好家の援軍をもらいながら落としていくよ。正直、長宗我部家はお工場を落としたら兵力的にもだいぶ楽になるかなって思ってるよ。今でもだいぶ楽そうだけどな。今でも楽なのは楽なんだけど、これから進行していくのが私たちの本拠地からだいぶ離れてるから、腰兵糧が厳しくなってるんだよね。だからさっき兵糧買ってたんだな。だから後々のことも考えて、政策の小荷田大配備を上げていこうと思うよ。あと制度改新の星さんも取ったので次の回くらいで一度上司と軍の武将配置を変えて報告しようと思うよ。あと一つわからないのが、軍団に編成した武将は、領主とかには選べないっていう認識であってますかね？それと、軍団にあまり複数の城を統治させすぎると効率が悪くなるのかな？効率のいい軍団の起用方法があれば教えてもらいたいです。他の実況者の動画とかで勉強しないのか？いやね、他の人のプレイ見ちゃうとその人の動き真似しちゃいそうで、私らしさが失われそうであまり見ないようにしてるんだよ。どうせ見てもお前なら理解できずにすぐに忘れそうだけどな。さて、お工場はあと9戦の部隊撃破したら落とせそうだね。そうだな、毎度のごとく三好家の援軍が強すぎるな。まあ兵力差に物を言わせて合戦で倒して一気に城落としたいね。あんまり時間をかけても腰兵糧がなくなっていくからな。7戦の部隊が来たけど合戦でボコボコにしたよ。城のゲージ的に左の4線の部隊が来る前に落とし切りたいな。そうなんだよね。本当に腰兵糧なくなってきてやばいのよね。ギリギリ間に合ったね。だがもしかして、左の4線の部隊突っ込んでくるんじゃないか？大丈夫だよマリサ。すぐ毛利さんに仲介してもらって停戦させるよ。そうか、城さえ落としてしまえばなんとかなるんだな。そうなんだよ。そのためにいろんな勢力にポイ活してるからね。なんか三好家攻められてない？織田家？織田家がかなり勢力拡大してきてるな。私たちが四国に攻め込んでる間に織田家が一気に西の方に勢力を拡大してきてたんだね。霊夢、よく見てみろ。武田家も近くまで来てるぞ。これは早く手を打たないとまずいね。織田家とは外交今はうまくいきそうにないから先に武田家と外交を行うよ。あとは三好家が今回の戦いで領地を守れるかどうかだな。もし織田家に落とされるなら、一気に織田家が全部飲み込んでいきそうだな。まあそうなったら四国の三好家滅ぼすだけなんだけどね。鬼畜かよ。で、赤井家朝倉家に攻め込まれてるじゃん。ここに来て各勢力一気に動き出したな。赤井家朝倉家の進行を防げるのかな？兵力的には朝倉家の方が優勢に見えるけどな。でもどうしよう、今なら赤井家も簡単に城落とせそうだけど同盟の期間まだ結構あるしな。
今赤池に攻め込んだら長宗我部家滅ぼすのがだいぶ遅れるぞ。そうだよね。ここは赤池が勝つことを信じて先に長宗我部家を早く滅ぼしに行こう。ということで、秋城に三好家の援軍もらいながら攻め込んでいくよ。ちなみにさっきの朝倉家と赤池の戦いはどうなったんだ？なんとね、赤池が防衛成功してたよ。マジか。ちなみに、三好家と織田家の戦いも三好家が防衛成功してたよ。お互い防衛成功してたんだな。特に赤池は防衛成功してくれてよかったよ。負けたら私の領地が減っちゃうからね。なんでもうお前の領地になる前提なんだよ。でもね、朝倉家が武田家に攻め込まれて領地1個失ってたから、もしかしたら朝倉家もいけるかもしれないね。そうなったら本当に一気に私たちの勢力もさらに拡大するな。でもね、武田家とは同盟結べそうだけど織田家とはまだ結べないから、もしかしたら近いうちに織田家と戦うことになるかもね。未来のことを話してるうちに秋城半分耐久値削れたね。援軍も来てないみたいだし余裕そうだな。もしかしたら先にお工場取ったから、援軍の道塞ぐ役目になってるのかな？そうかもしれないな。てか、あと少しだったのに敵部隊出てきちゃったね。もう少しだったのにな。では、ゴリカット。合戦も勝ってこれで秋城もゲットだね。これで残るは城一つだな。長宗我部家も2パートかかっちゃったけど、今回で無事滅ぼせそうだね。そうだな、さすがにここまで来たら兵力差も大きいし負けないだろうな。これでまた武将たちが一気に増えるね。東への侵攻のために一人でも多くの武将が必要になると思うからな。さあ今回は、大友家に援軍をもらって中村御所に攻め込んでいくよ。大友家の援軍は初めてだな。そうだね。てか多分今回で最初で最後だと思うよ。もともと黒瀬城に侵攻されないために同盟を組んだだけだからね。西には勢力拡大しないのか？西は毛利さんに任せるよ。それに西より東の方がいっぱい領地あるからね。まあその分巨大勢力も多いがな。でも早くこの外交地獄ともおさらばしたいよ。早く巨大勢力になることだな。地味に巨大勢力と当たるために朝廷とも外交して、今のうちに威信を上げようとはしてるよ。まあ萎縮でどの程度能力が下がるのかわからないんだけどね。でも威信が大きくなってきたら従属させれるようになるんじゃないのか？そうなのかな？従属させてもいいけど個人的には滅ぼす方が好きなんだよね。サイコパスかよ。てか、あんまり見てなかったんだけど大友家1万も援軍出してくれたんだね。オーバーキルだな。ちなみに今回は三村さん出陣させてないから、合戦なしのガチンコ勝負だよ。でも兵力差でなんとかなりそうだな。そうだね。余裕そうだから次回の目標について、次回からはいよいよ東に進んでいくよ。まずは赤池か？そうだね。従属か滅ぼすかはわからないけど赤池を潰していくよ。そうか、赤池を潰し終わったらいよいよ巨大勢力との戦いだな。そうだね、さすがに合戦の規模も大きくなってくるから今度は合戦が少しメインになってくるかもね。楽しみだな。あ、あとお知らせなんだけど明日は仕事の都合で動画編集ができないから一日お休みさせてもらいます。私がいなくて寂しいかもしれないかもしれないけどみんな待っててね。お前がいなくても寂しくならないから大丈夫なんだぜ。てことで長宗我部家滅ぼせました。無事に四国ほぼ制覇できてよかったな。これで安心して東に進めるよ。ということで今回はここまでにします。それでは、ご視聴ありがとうございました。